えー、西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです <music>、えー、今週はですねお名前が犯罪組織財務省さん男性30代東京都の方です西藤井先生曰く MMT による今の悪性インフレを退治するには、えー、入力額、エネルギー価格、物流コスト、消費税、物品税これらを下げるべきだそうです西田先生のご,ご見解はいかがでしょうかまあ、基本的に賛成なんですねで、どういうことかというとですね 要するに、えー、今まあ、えー、アメリカの方がインフレで、えー、それを止めるためにですね金利を上げて消費や投資を控えようという形にアメリカなどヨーロッパもしてますよね。でそうすると、えー、その日米の金利差が大きくなっちゃってでそのことによって、えー、円が売られてドルが買われると、えー、つまり円安になってきてると。 円安になると、輸出するときはです、ねえー、この円の方に入ってくるお金が増えますけれども輸入するときには、えー、このドル高ですからねドルで支払わなきゃなりませんからそのドルに見合うだけの円をたくさん出さなきゃならないということで、えー、この物価に反映するわけですよねたくさんの円を出さなきゃならないということで,でそれで今、えー、エネルギー価格や飼料価格などが上がっていると。 で結果的にインフレになってるんですけれども経済が良くてインフレじゃなくてですね結局まあ日米金利差による学あの変動為替、えー、相場の変動によってですねなってるとでそれをまあ藤井先生などが多分おっしゃってるのはこういうことだと思うんですけれどもねそれならその輸入価格に上がった分だけのはですね補助金出して国の方が。 輸入業者から安い金額で買い取って、ね、消費者に売ってあげればいいじゃないかと、まあ、かつての食感制度みたいなもんですよねつまり国がその分お金を出して、えー、消費者に国民にですね、えー、この上がった分のコストを負担するということですねじゃその財源は何かというと当然国債発行なんですよねでつまり国債を発行して通貨供給を国民側にするということですね そういうことなんですねでそうすると国民にお金が回るわけで渡るわけですよでそれで、えー、そのお金を使って物、えー、を買っていただくとでそうすると、えー、高い金額になっているものも実質負担は昔と変わらない形になりますとこういうことになりますよねでそして高い金額で売り買いされますから高い金額で売り買いされるということは経済のこの売上高自体は名目上上がっていってるわけですねで名目上上がっていくと 何が起こるか当然そこの出てくる所得も増えてきますね名目でで名目の所得増えると何が起こるかと当然税収増えるんですよだから結局赤字国債を出して経済を支えるためのお金を出していったらそのお金が回り回ってですね税金で戻ってくるとこういう話なんですねねだからあの結局は 赤字国債で、まあ、赤字国債というか国債発行つまり中通貨供給で物価対策などそういうことをすればですね結局は税収でもう一度政府の方に、えー、その出した通貨が回収されるんですから全く問題ないんですよねでこのことを、まあ、藤井先生多分おっしゃってるんだと思いますねで私も全くそれは賛成なんですよところがあの今までに財務省はですね そういう説明をしてなかったわけですね。あの国債発行が通貨供給というのがこれはもう揺るぎない事実です。事実なんですけれどもいや国債発行は、えー、この孫子の代に借金を増やすことになるというね間違った論法を言ってきたわけですね。でしかし今のこの通貨発行だ国債発行は通貨発行だという事実に考えればですね孫子の代の借金何も増えてないんですよ。孫の代にむしろ 預貯金が増えるわけですよ税金で半分返してもらうにしてもでその半分は残ってる形になりますからね結局万子の代に預貯金残高を増やすのが国債発行なんですよだからこれ一番分かりやすいのはねかつて麻生財務大臣がこう言われたんですよね、えー、コロナなんかでですね持続化給付金等ですねさまざまな個別給付金なんに出しましたねでそうするといやこのね 国際学校で、まあ、例えばあれ10兆円を使ったんですかね,ね使ったんだけど10兆円このお金を使ったら、ね、経済が、ね、大きくなると思っていたら結局10兆円の預貯金残高が増えてるだけじゃないかと言って麻生さんは嘆いておられたですけども別に嘆く必要はないんですよだってそれはそうなるのに決まってるからですよ政府の国債残高が10兆円増えれば民間の預貯金残高が10兆円増える。 まさにそれはそれでいいわけなんですねそこは全然問題ないわけですよであとはその,そのお金がですねどれだけ使われていたかどうかなんですよねあのいずれにしましても、えー、このお金というのはですね誰かがお金を借りることによってお金が供給される誰かがお金を返済することによって供給されたお金が回収されるで これは民間企業でもそうですし、政府も同じで、政府があの国債を出して予算を執行すれば、政府の負債は増えるけれども、民間側の預貯金が必ず増えるんです。ね。ででだから、その逆の政府の負債残高を、ね、減らしたら、つまり国債残高、今1000兆円ですけれども、この1000兆円の国債残高を仮にゼロにしちゃうと、 民間側ののの預貯金の残高が必ずその分減るんですなななくなるんんででですすすこれは当たり前の話なんですよねですから、えー、今日本がやらなきゃならないのはですね国債残高を減らして民間から預貯金残高を減らすことですかとねそんなことしたら経済潰れますよねだからさすがにさすがに財務省もそんなことまでは言ってないんですよでただ彼らが言ってるのはいや国債残高をそんなあの 1,000兆円からゼロにし,しろなんて思ってませんとじゃあ500兆円にしろと言ってるのかって言えばいやそんなことも思ってませんじゃあ何なのって言ったらですね要はこのままどん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 出していって本当にいいんでしょうかとというところに自問自答してるわけですけれどもでいいんでしょうかもクそもね要するに今言っている国債発行と預貯金の増加のこの相関関係ねでこれをちゃんと理解してればいいのに決まってるじゃないと。 で問題はどんどん出していったら助手金残高が増えるんだけれどもあそうかとそういうことだったらいくらでも国出せるんだからその国からもらったお金はいくらでもこれ使えばいいんだと,というのでそれを急激に使い出すと何が起こるかとそれはもう大きなインフレになる可能性ありますねだから急激に起こってくれても困るわけなんですよ、ね、だからそこは上手に統制していか,いかなきゃならない でそのためにもですね私は一つ申し上げたいのは法人税率を、ね、5割ぐらいまではもう一度戻しておくとあの住民でだわしてそうすると使おうにも、ね、あの一番使う元になる会社の法人の方がですね利益の半分は国の方に納めるということですからねそんなむちゃくちゃのたまり方しないわけですよでだから急激にそのあるお金全部使っちゃえというような形にはなりにくいつまり景気を むちゃくちゃゃく過熱してしまうことをです、ね、自動的に納めながらできる仕組みが法人税をある程度上げておけばできるわけですね,ねだからそういうことも含めた税と国債発行全体の仕組みを考えておくと。こここういういととは大事なことなんですねだから あの私はあの国債発行でえ予算はできてるんだからえその税金をえ財源とする必要はないということは言ってますけれども税金がいらないとは絶対言ってないんですよね税金は上手に使って発行した通貨を上手に回収するとでえ一方的に過熱に持っていかないとまた一方的に溜め込んである時いっぺんに使われるということにもさせないと。 でそういうことをさせない、させなくて、上手に回すための装置として、税というのは考えるべきだと。というのが私が前から言っていることなんですね。ぜひそのことももう一度考えていただきたいと思います。えー、今週はですね、えー、そういうことで、えー、この他においしいお魚さん、カズさん、田辺智子さん、えー、土地さん、生活苦なんとかしてさん、零、え、細、ー、経営者さん、 まちゃんさん、頑張ってください、西田さん、ありがとうございます、えー、異次元の賃上げさん、おしまさん、十光志 A さんが3通、平田孝久さん、ロッキー・ジャパンさん、和歌山の自民党員さん、七色仮面さん、吉郎さん、た、えー、ペンダさん、キムチ鍋さんが4通、明教紫水さん、ハマップさん、熊五郎さん、犯罪組織財務所さんが2通、ウッキーさん、以上29通いただきました。ありがとうございました。